AKB48 の3期生で、キャリア17年の最年長メンバー、ゆきりんこと、柏木由紀、32が16日、横浜、ピアーリーナ MM で、柏木由紀卒業コンサートから17年間、歩いてきた、この道を開いた。AKB48 誕生1年後の2006年12月に、中学3年でオーディションに合格、翌7年4月に劇場デビュー以降、17年の長きにわたり、中心メンバーとして活動した功労者の集大成となるコンサートには、卒業生15人も駆けつけ、門出を祝福した。オープニングで、純白のドレス姿、ティアラ、大きなリボンをつけて登場した柏木は、ストリングスとピアノの演奏のみで、ソロ曲、火山灰をしっとりと歌って、幕開け。会場が赤い四季に染まる中、中学を卒業後に、故郷、鹿児島から上京した自身の代表曲で、スタートさせると、現役メンバーが合流し、キラキラのアイドル王道曲、ポニーテールとシュシュ、言い訳メイリー、大声ダイヤモンド、シアターの女神を連発。ファンも気合のこもったコールで盛り上げた。